はい、皆さんこんにちは、アニプランツです。今ですね、ちょっと緊急で動画回してるんですけど、実はですね、今日またカクタスグリーンさんに行ってきまして、とんでもないアガベをですね購入してきました。一番最初にちょっとお見せしちゃいます。ダーン、アガベチタノタのビーストです。こちらをですね購入してきました。ちょっと自分の中では一大決心だったんですね。いろいろとこう、まあ、小株が出たりとかっていうのもあったんですけど、もう前々から、スーパーチタノタを購入しに行った時から本当はこっちの方が気になってはいたんですけど、やっぱり忘れられませんでした。で、ビーストですね、まあこいつを今日は見ていこうと思います。はい、じゃあビーストをですね詳しく見ていこうと思います。もともとビーストっていうのはインスタでロイヤルアガベさんっていう方がいらっしゃるんですけど、カクタスグリーンさんの方でもトリケラトプスのミルクロンの元となった大株があるんですけど、まあ所有されている方がそのロイヤルアガベさんなんですね。まあ海外の方なんですけど、まあその方がモンスター級のチタノタビーストっていうのをまあポストしておりまして、その直の子株なのかはわかんないんですけど、種類としてそういうビーストっていう名前のアガベになります。巨子がですねまた特徴的なんですけど、黒色と焦げ茶色が混じったような感じですよね。ブラック&ブルーとかライオンズメーンとかに結構似ているので、僕が持っているアガベの巨子、白色っぽい巨子に比べると全く系統が違う感じがします。初っ端はこういった真っ黒でちょっと焦げ茶が入って、なんかこう黄金に輝いているような、そんな巨子にも見えます。こう時間が経ってくるとグレーな感じになってくるっていうことですよね。で、あと2枚ぐらい展開するともっとすごい巨子になってくるっていうふうにおっしゃられていました。レッドキャットビーズルと SAD を並べてみたんですけど、葉っぱの色がやっぱり独特なんですよね。この2つを見比べるとSAD の方が濃いのがわかるんですけど、もう完全に青色なんで、こちらの SAD の濃い緑と比べてもそうですし、ちょっとライムグリーンのレッドキャットウィーズルと見比べても全然色が違うんで、まあ、この辺りはいろんなカラーバリエーションがあるっていうのをお伝えしたと思うんですけど、アガベの良さになってるのかなというふうに感じました。お店の方にはこれよりももう一回り大きいビーストがいたんですけど、このビーストが一番こう歯の展開も良くて形も良くて風貌としては最高な、まあ、完璧な状態だったかなと思います。近くで見るとこんな感じですね。獰猛な巨子がもう、やっぱり近くで見るとこんなに迫力があるんだなっていう感じがすごく伝わってきます。この巨子の巻きつきもいいんですよね。ちょっとここが内側にこう反ってるのも魅力の一つかなと思います。子株を見せてもらったんですけど、下歯のこういう真ん中に入った筋みたいな、こういった筋がついてるってことは背中側はこう反る傾向にあるんですよね。なのでこうちょっとこう反ってるように葉っぱがこう広がっていると、角度の違いだったりとかっていうのも楽しめるかなと思います。あんまりここまで近づけて動画撮影をしたことなかったんですけど、かなり綺麗に写っているからすごくかっこよく見えます。 iPhone で撮ってんすよね。やっぱり Apple は優秀だなと今動画を撮りながら実感してます。
で今回このビーストなんですけど、たくさんこう子株を増やして元を回収していきたいなっていう気持ちはあるんですけど、いかんせん子株は出ないらしいです横からちょろちょろっとこう出てくれたら嬉しいかなとは思うんですけど、結構インスタ見ていても胴切りをされている方もいらっしゃるんで、まあやっぱり割らないと増やせないかなっていう気持ちもあるんですけど、もうちょい3枚とか4枚ぐらい展開させていって、まあ下場1周分ぐらい残っても上が生かせれるような状況だったらトライしてみようかなとは思っています。まあ、大きさとしてはまあこんな感じなんですけど、ちょっと大きめなスリット鉢に入ってるので、もうちょい大きくしていって、でしっかり根付かせて寒い時期っていうのをまあ乗り切ってもらって、また来春植え替えの時期が来たら植え替えてっていう感じで、そうしていくうちにまた子株が生えてくれたら嬉しいなとも思いますし、まあ今後の展開に期待したいですかね。はい、そんな感じです。ということで今回は下の田ビーストを購入してきた動画になりました。ということでまたこちらの成長記録なんかも撮っていこうと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。